バルサのセンターフォワードはあれレバンドスキーのところにファティがいいっていう話になったんだよね、確か報道とか見るとね。僕だったら普通にあれなんですけどね、メンフィス使うんですけどね。ちゃんと周りのサポートがいる状態でさ、いない状態のメンフィスが頑張るだけでなんとかなってたクーマン政権を知ってるんで、ちゃんと周りがしっかりサポートしてあげれる状態でメンフィス真ん中使ってほしいなって思うんですけどね。ファティは左ウィングの方がいいだろうから。でもファティはファティ自体の強度とかそういうなんか90分でのパフォーマンスの安定感の方が重要だと思いますね。ねえ、ファティもうちょっと、ファティ張ってペドリがうちあの中入ってって、アルバがちょっと内側みたいな形あんまないですよね。ファティ張って、ペドリ中入って、で、このアロンソとかボール持ってる時のアルバの立ち位置が結構高い位置取ってて、で、この時ここ繋ぐような立ち位置取って、こうとこうだったらだけど、もう普通にアロンソがもうこのまんまさ、でもボール回してるときにちょっとセルジオベルト折り気味の3バックになったりして、アルバがこう上がってってこうなってこうなるとか、このまんまちょっとこう降りてるとかいう形だから、このペドリの位置にアルバが入ってたらね、もっとファティがこう仕掛けてるときにっていうあるけど、ペドリ自体もあんまコンディション良くなさそうでこういうところランニングとかしないんだったら、まあこういう形になりますよね。普通にもう右サイドにボールがあるときのどっちかっていうと、このね、ファティのこの動き出しだったりとか、そういうあのフィニッシュワークの時の細かい動き出しのタイミングの合わせ方みたいなところですけど、もう、ハルサはもうこれ以上ないぐらい簡単にボール運べてるから、こっち側を修正するよりもこっち側の修正の方が大事だと思います。